笛吹城下で通り魔事件に巻き込まれた佐助親子は若い娘椿霞の敵討ちを手助けすることになった。敵の真壁男女を誘い出した大猿大助だったが、わずかの手違いから佐助と霞は京之助によって逆さづりにされてしまった。急いで駆けつけた大猿は危機一髪のところを風車手裏剣で京之助を倒し、やっとの思いで二人を助け出したのである。誰か殺されているな。おなんということだ。これは無残な殺し方をするとは恐ろしい相手だ。これは刀でやられたのではない。やがましい。風車を使うからには忍者に違いないが真田の残党か。しかしいずれにせよわしの敵だ。それ必ず打ち果たしてやる。くそ、脅かしやがって。首の骨が折れたが、どんな忍者であろうとこれがあれば赤子の首を絞めるも同然。鹿の首の骨が折れるほどの威力を持ったこの武器は微刃という、直径 5.1 センチの鉄の輪に長さ 31.8 センチの鉄鎖をつけ、その先に分銅がついている。分銅の一個を握れば全長 72.6 センチまで伸びるし、腕の長さ、踏み込む足の幅を加えれば優に天地四方約3メートルの空間に思うがままの猛威が震えるのである。恐ろしい武器を持った強敵が現れたとも知らず、大猿大助の一行は、せっかく男女を誘い出したのに奴に邪魔されてしまった。まさか京之助が出てくるとは思わなかったよ。あれはオイラの油断だったな。やむをえん、また次の方法を考えよう。男女は欲が深い。だからその弱点をどこまでもついていくのだ。娘を逃がしてしまうとは何たる怠慢。はあ、申し訳ございません。よいか、草の根を分けても探し出すのだ。さもないと貴様を叩き殺してやるぞ。はは、その娘わしが探し出してやる。大猿、わしを置き去りにしてどこへ行っていたのじゃ。なあに、ヘチマ京之助の始末をつけたまでのこと。何、ヘチマの始末をつけた。そりゃ一体どういうわけじゃ。修繕、お主は邪魔だ、下がり。はは。
ヘチマ京之助もあの翡翠を狙っていたのだ。何、やつもか。だから始末をつけた。三人で分けるより二人で分ける方が。そうか、よし、わかった。待て待て、何者だ。殿にお目通り願いたい。何、京之助が現れたと。緑沼か。ほら父ちゃん、あんなに光ってるよ。おお、莫大な財宝だ。これでは人の心が狂うのも無理はない。食い尽くしたこの小魚は南米のアマゾン川にだけ住むピラニアである。牛馬なら20分、人間なら5分で体全部が骨になってしまうという。恐ろしい魚だ。父が外国人から買って話したのです。これじゃ翡翠を見つけたって誰も手は出せないや。ん、父ちゃん黙っていろ。そこだ。おう、微塵だ。やはり風車を使うのは貴様か。ヘチマ京之助。幽霊ではないわ、弟のヘチマ残四郎よ。俺の顔を見て驚いたところを見ると、兄貴を殺したのは貴様らだな。無益な勝負を挑んできたのだ、自業自得というもの。やがましい。俺は兄貴の仇を討つ。やめろ、俺に勝てるわけがない。そうかな、それ。男女大猿の計画を読んだ残四郎は男女と図って裏をかいたのである。大猿め、貴様の腹は読めたぞ。宝でつってわしを誘い出し、その小娘に敵討ちをさせるつもりだったのだろう。その通りだ、さっさと撃たれてやれ。ほざくな、帰り討ちにしてやるわ。やるならやってみろ。この沼の翡翠は誰も取ることはできん。この大猿大助様以外にはな。じゃあ貴様に方法があるというのか。知りたいか。もっともそれには条件がある。壇上殿、ダメだダメだ、二度と騙されはせんぞ。大猿、お前の命は助けてやってもいいぞ。沼の底から翡翠を掴んで無事に上がってこられたらだ。バカな、そんな無茶なことを言うな。そりゃ面白い、忍者ならそのくらいのことはできるだろう。さあ飛び込み。Yeah!
細切れになって魚の餌か。さあ、今度は貴様たちの番だ。あ、いや、待て。待て待て、同じやり方で殺すのは面白くない。それもそうだが、何か面白い殺し方があるのか。ある、実に面白い殺し方がな。二人を生け捕りにしろ。はい。おい、少し落ち着いたらどうだ。バカ、これが落ち着いておられるか。宝の沼を見つけながら手も足も出ないんだぞ。誰か知恵はないのか。どいつもこいつも脳なしばかりだ。水を流してはいかがでしょう。そうすれば沼が干上がって。バカもん、一緒に宝石が流れ出してしまうわ。それに人食い魚が辺り一帯に広がったらどうするんだ。そんなにわめくな、団長。なんだと。恐ろしいのはあの人食い魚だ。人食い魚さえいなくなればいい。そんなことは分かっておる。だからどうすればよいというのだ。毒だ。毒を流して魚を殺せばいい。毒。お主は日本一の知恵者だ。お前さんたちが足りないだけさ。死んでる。人食い魚が死んでる。誰かが先回りをしたんだ。なんだと。翡翠もみんな取られてしまったのか。分からん。水が濁って見えん。畜生、誰だ。わしを出し抜いたのは。わしですじゃ。誰じゃお前は。ご覧の通りの坊主です。坊主、なぜ沼へ毒を入れた。動物が魚に食われるのを見ましてな。もし村人でも知らずにこの沼に入ったら大変だと思いました。それで毒を入れたのか。人助けは我らの務め。ついてるな。翡翠を取る手が省けたというもんだ。よし、すぐ飛び込んで取ってくるんだ。はっ。待ちなされ。何をなさる。やかましい。黙っておれ。早く飛び込め。どうしたんだ。上がってこんではないか。変だな。早く引き上げろ。はっ。よいしょ。おい、しっかりしろ。ダメだ、もう死んでいる。だから私がお止めしたのに。毒の沼に入れば死ぬのは当たり前ですじゃ。何しろ渦を袋いっぱいに落としたんじゃから、半年や一年は毒の気が消えまい。一体何をなさる。うるさい。余計なことしやがって。あんただって毒をまこうとしたではないですかな。このとっとと消え失せろ、小じき坊主め。
はい、では失礼いたします。畜生、いまいまし坊主め、我々の考えが浅かったようだな。なら一体どうすればよいのじゃ。いかに欲の深い男女でも緑沼から翡翠を取り出す方法を考え出せるわけがない。誰かある？お呼びでございますか。あのガキどもを刑場へ引き出せ。一番残酷な方法で殺してやる。サスケさん、大丈夫だ。希望捨てちゃいけないよ。小僧、たっぷり苦しませてやるからな。やれ。この角で貴様を串刺しにしてくれるのだ。告げで子供たちを助けに参ったのに。何、助けるだと。そんなことができるか。それどうだ、これでも助けるというのか。助けてみせる。お前のその向こう水は気に入った。子供たちの命は助けてやろう。本当か。ただしお前がこの牛と戦って勝ったらだ。どうだ、やるか。よし。待っていろ、すぐ助けてやるぞ。ただものではない。忍者か。それ行くぞ、覚悟。人間やぐるま、人間ヤングルマを破られたか。鉄砲隊だ。はっ。
観念しろクソ坊主め。どこだ。見え、何も見え。慌てるな、どうせ逃げ場はないんだ。いいか、煙が晴れたら撃つなぞ。はい。あ、いないぞ。消えてしまった。一体どこへ行ったんだ。待て、その必要はない。何だと。任しておけ。あそこだ。おお。おいぼれ、お前は一体何者なんだ。まだわからんのか。大猿。サスケ、よかった、きっと生きてると思ってた。おいらさっきはどうなるかと思ったぜ。そう簡単にやられてたまるものか。父ちゃん、大猿貴様、人食い棒に食われたのではなかったのか。覚えておくがいい。大猿大助は不死身なのだ。ヘチマ、大猿、うぬが不死身かどうか俺が試してやる。動くな。